ということで今回はテレパシーお菓子チャレンジをやっていきます。はい、じゃあね、今日はブームに来てます。イエーイ。ね、今日はね、まつちゃんと遊べるということで、ね、テレパシーチャレンジ、はい、ね、やってみましょう。はい、じゃあリミちゃんとハチちゃんは、ハチちゃんが1年生、リミちゃんが2年生で1歳差なのでね、あの今日はしほちゃんお休みで、お休みです。ね、年の近い2人でね、やってみたいと思います。いくつなんだろう ね。リミはいつもほら、しほちゃん、お姉ちゃんとしかやったことないから、お姉ちゃんのさ、ことは大体わかるじゃん。何色が好きとか、しほちゃんどっち選びそうだなとか、ね、それじゃないからね、今回ね。はちちゃんは何が好きか全然わかんないから、これはある意味本当にテレパシーを送らないとダメで、合わないよ。ね、やばいよ、やばいね。で、会ったらあの食べれる。でも結局最後まで会うまでやりましょう。なのでどれぐらいかかるかな、時間が。で、5回で、あ、何個あんだっけ、お菓子。結構あんね、1,2,3,4,5,6、7個もあった。7個もあったので、テキパキやりましょう。全部私の大好きなオレオがないと嬉しい。そうだね。じゃあ簡単にリミちゃん、お菓子を7個さっと紹介してください。はい、さっとでいいです。まずお玉、はい、その次、風船の実ガム、はい、リミのミポリ、うん、そうです。そうです。漢字暴露しないようにしてください。そっかそっか。スペシャルドリンクってやつ。そうだ、それお菓子が中に入ってて、リミこれ久しぶりね。次、たびっこ動物、はい、その次、こんがりコーン、はい、とんがりコーン、とんがりコーン、その次、キップスターのコンソメ味、はい、その次、チョコケーキ、はい、の以上7個だね。早いでしょ。ん、早いでしょ。早い早い。まず最初に選ぶお菓子、テレパシーで送って。私これ送るから、メちゃん送るこれねって、ハチちゃんリミちゃんこれね、え、送ってください。テレパシーを送りましたか。あ、ハチちゃん OK だ。 OK だ、リミちゃん送りましたか。はい、OK、じゃあ選んでください。早速、いや、やだ、嫌なの。なんで嫌なの。そんとね、あ、指差すだけでいいからね。音問題なんて。あとはじゃあリミちゃんだけです。ハチちゃんテレパシー送ってあげてね。ハチちゃん決まったね。ハチちゃん決まったよ。どれどれどれでしょう。ね、音やって。ダメだよ。あ、分かった、これだ、これだ。音やってる。ハチちゃんね、置いてあるの指差すだけ。音関係。嫌だ。どうしますかね。これ。どれ？で、うん。はい。じゃあ持って、お菓子を持って、裏でお互いみたいな。じゃあお互いせーので、うん、後ろで見せ合ってください。せーの。テレパシー失敗。次もある。うん、もうずっと次までやらないと。はい、じゃあ次行きましょう。用意、スタート。あ、もうハチちゃん決まりました。ハチちゃん早い。即決が大事。はい、じゃあリミちゃんも決まりました。それでいいんですか。じゃあいいですか。それでいいんですか。せーの。全然一致しない。じゃあ分かった、答えを言っちゃダメだけど、何気なくこう会話してもいいんだよ。 私はこれからの、今日はなんかこういう気分なのよねみたいな。子供がそんな会話しないから。私なんかこうがサクサクが食べたいのに、そう、今日はなんかさっぱりしたものが、しょっぱい系がいいなとかさ、甘いものが食べたいなとか。じゃあちょっとね、ヒントというか、しょっぱいのお菓子名を言っちゃダメだよ。じゃあちょっと普通に会話してもヒント、会話しよう。会話してもいいですよ。しょっぱいの、しょっぱいのだって。しょっぱいの、はちちゃん決まった。え、しょっぱいの、え、しょっぱいの、なくない。え、しょっぱいのなくない。よくか。え、リミは全部甘いのそれ。
全然甘い。どんな味覚してんの？それ全部甘いの、リミ。食べっ子動物は甘いの？豚目甘いの？甘いよ。チップスター甘いの？甘い。なんかトウモロコシみたいなの甘いの？トウガリップ。あ、そう、甘いの？トウモロコシみたいな。甘い。酸っぱいのってどれ？酸っぱいの？急に酸っぱいのになってんの。しょっぱいの？しょっぱいの？酸っぱい。梅あったっけ？あ、なんか今振ってるよ、ほら。振ってるよ、リーマ。なんか振ってるよ、ほら。これだよ。栗だ！あ、でも同じような音。栗だ！栗！はい、じゃあ決まったね。いいですか？じゃあ、本当にいいんですか？いいですか？ファイナルアンサー。ファイナルアンサーですね。はい。せーの。はっちゃんのさ、引いたのおかげだよ。そうだね、振ってくれたおかげ、うん、はい、じゃあ次行きましょう。リミと行ってな。リミが今食べたい。わかった、はい、じゃあ、はっちゃんこれ。お、うん、はい、じゃあ合ってるんでしょうか。もう2人とも結構即興的にでしたね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。よし。はい、じゃあ、いきますよ。せーの。おお。そのピリって音がしてた。チャリって音が。じゃあ、次いきましょう。はい。オッケーです。じゃあ、レイちゃん、考えてください。はっちゃん、テレパシーを送ってください。イエッ。おお、オッケー。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。ファイナルアンサー？ホイナロンソ？ホイナロンソ？なんで？引っ掛けてる。じゃあ答え合わせしよっか。せーの。おお、すごい。これはすごい。え、何で連続だ？すごい。素直にね。はい、じゃあ残りあと4個かな。少なくなってきましたね。いい感じじゃないですか？なんかここへ来て。最初どうなるかと思ったけどね。ね。はい、じゃあ次。じゃあ一斉の手で指さそうか、こうのこういう時は。え、なんで？待って、待って。じゃあいいよ、じゃあリミちゃん、もうはっちゃん決まってる。おお、おお、おお、なんかいい日のじゃん、あれ。ファイナルアンサー。ファイナルはい、じゃあ持ってください、お菓子を、はい、せーの。若干ずるさもね、若干ずるさ、1年生ですからね。そうですね、そうですね。こっちとこっちわかんない、どっちかわかんない。そうだね、難しかったよ ね、 音、 ね、音一緒だもんね。はい、でもわかんじゃない。じゃあ今度はちゃんと会話にしようか。お菓子振ったりしないでお話ししてみて。じゃあ私はねえ、うん、あのさ、うん、すごいこと言うね。四角いものですか？2年生かわいいな。四角いものがいいの？決まったみたいよ。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？はい。じゃあ、せーの！お、すごい。じゃあ次はもうあと2個しかないので、うん、2択なんだけど、もう外野、あの、私たちは静かに一言も喋れないんで、うん、これはもう2人だけでテレパシーで本当決めてください。はい、はい、どうぞ。いいっすか？いいっすか？本当にいい？最後だよ。いいの？はい。ファイナルアンサーですか？聞いてんの？じゃあ行くよ。せーの。すごい。ということは豚目かわいそう。最後に残ったのは豚目。なんだろう。豚ちゃんかわいそう。かわいそう。かわいい。はい、終わりました。無事にね、そんなに。だってこれお湯入れなくちゃいけないんだよ。これ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 。どういうあれしてんの？はい、というわけで今回はハチちゃんと一緒にテレパシーお菓子
チャレンジはしてみました。はい、ハチちゃんどうでしたか。楽しかった。楽しかった。ハチちゃん嫌いなお菓子とかあるの？そんなんない。お菓子大体好き。あんま食べないのかな。なんか普段あんま食べないのかもしれない。リミはモリモリガンガン食べてる。リミちゃんお菓子大好きだからね。だからこんなほっぺ膨らんで、ほっぺ最近膨らんじゃったんだよね。ほっぺね、か最近気になってるそうです。年頃でね。年頃でね、はい、それではバイバイ。バイバイ。グミペア。